武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学の小論文の勉強について話していきたいと思います。前期試験の小論文ですね。で、まず医学部の看護、こちらがですね、大問2題で、時間120分という形の構成になっています。で、まあ問題課題文を読み取っての論述する形式と、まあ、資料を読み取っての、まあ、グラフなどですね、読み取っての、回答する形式で、それぞれがまあ600字から800字程度ですかね、答える形となっておりますので、だいたい1000を超える、まあ、1000数百字程度の論述という形になっております。で、まあ、課題文と資料に関しては割と読めば分かるようなもの、まあ、そんなに難しくないものであるんですが、それに対して要求されていることが、まあ、課題文だけじゃなくて自身の経験を踏まえて書かなければいけない内容が結構多めにはなっておりますので、小論文自体を書き慣れていないとちょっと回答がしづらいかなという形になっています。なので、その過去問に入る前に小論文のまあネタ本なり書き方の本、しっかりやってですね、まあ、いろんなテーマで書く練習をしておいた方がいいです。で、まあ、田村に優しく渡る小論文やった上で、小論文の完全攻略本と小論文の完全ネタ文の一略形ですね、こちらを、しっかりやって、まあ、テーマとしては別に医学部、まあ、医師略系のテーマに限った話ではなくて、さまざまなテーマ出題されてはいるんですが、まあ、資料の読み取りがある以上、理系の、テーマ、ネタ本をちょっと扱っておいた方がいいかと思いますので、まあ、そちらをやることをお勧めします。はい、こちら以上が、看護学部、医学部の看護学科ですね、の小論文の勉強となります。はい、続いて福祉健康科学部ですが、こちらはまあ、大きく3つに分かれて、心理学コース、こちらは大問1個、大問1番ですね、のみを、回答する形で時間60分、そして理学療法と社会、福祉実践、こちらは大問1ともう1個の大問、こちらがそれぞれ1個ずつ指名される形で、トータル大問2個、それぞれ解いていく形となります。で、理学療法はまあ理系の、まあ、資料読み取りプラスの小論文、そして社会福祉実践に関しては、まあ、社会問題に対しての、まあ、福祉関連のテーマという形になりますので、まあ、医療系の小論文、が、まあ、メインにはなるとは思いますが、まあ、社会科学系なども余裕があれば、まあ、ネタとしては読んでおくといいかとは思います。で、全学部共通の大問1の問題ですね。こちらに関してはですね、通常の小論文の書き方、ちゃんとやっていれば、十分対応できるものであるかとは思います。テーマ的にも、まあ、そんなに年度が、問題が出てないので、まあ、毎年同じ難易度になるかどうかはちょっと分かりかねる部分はありますが、基本的には小論文の書き方をちゃんと学習していれば、で、理学療法と社会福祉実践に関してはそれプラス、まあ、学部に携わっているような知識を入れておけば十分対応できますので、まず、まあ、心理学に関しては小論文、田村に差し語る小論文と小論文の完全攻略本、ここをしっかり仕上げておけば十分対応はできるかと思います。で、まあ、それ以外の、学科受けるコース行く場合には、小論文の完全ネタ本の、まあ、それぞれに合っているものを、まあ、読んでいく形で追加するといいかとは思います。心理学の場合も、まあ、ちょっと不安だなとか、もう少し問題やりたいなという場合にはネタ本を、まあ、いずれかを、まあ、自分の学部に近いものを、追加してやっておくといいかとは思います。以上が福祉健康科学部の、小論文となります。以上が小論文の勉強となります。